今、ツイサスライブということで、まあ、約30分ということで限定で、今回ね、今年2012年、最後のライブということで、一応残しておこうかなと思います。占い師の宮里真知子です。ご無沙汰しています。ということでですね、昨日、12月16日、衆議院選の選挙が、あり、開票が行われました。で、結果としてはですね、自民党の圧勝ということで、まあ、大方、私としては予想していた範囲内、でした。まあ、他の、あと、第三国の政党も若干健闘を見せたということで、今後のね、政治にどのような影響を与えていくかというところが、今後の見ものなんじゃないかなというふうに思います。詳細の方はですね、ブログの方にもお書きしました通りでございます。とですね、いろんな問題が、次から次へと湧き上がってきた今回。今年のね、民主党政権率いる政治でしたけれども、まあそうしたね、物事の中で、なかなかその物事が進まない、あるいは、物事が決まらないといった、野田総理の決められない政治っていうところからね、不満が出てきたということで、解散総選挙となりました。まあ、野田さんのいいところでもあるんですけどね、じっくり、熟慮してから結果を出すというのが、性格でもありましたので、それが、スピードを求められる現場において、うまくいかなかったっていうところがあったと思います。ということでですね、今年っていうか、まあ、もう今年もあとね、今7日なので、あと半月も経てば、2013年になっていくということなんですけれども、2013年の展望においてということで、まだ、何も私手をつけておりません。申し訳ありません。まあ、大体大筋の、ところで、いきますとですね、ちょっと見てみましょうか。どこがいいかな。ちょっと出そうかな。まだね、やってないんですよ。ざっくりとなっちゃうと思うんですけれど、昨日ね、ちょっと気になったんで、安倍晋三氏の、ホロスコープだけ、記録はしておきました。ちょっと見とこうかな。おそらく、自民党第一党ということで、安倍晋三氏が、おそらく総理になることはまず確実だと思うんですよ。で、まあ、おそらくこう、だったんじゃないかなっていうところは、大方のところを、当たっておりまして、まあ、何事においても細やかに気配りをする乙女座生まれ、月は蟹座ということで、まあ、若干保守的な傾向にあるのかなという感じがします。政治の進め方としては、水星と海王星の0度、そして、水星と木星の、90度、木星と天王星の0度なので、水星ともアスペクト、天王星との90度というものをとっております。でですね、まあ、若干、あまりこう、なんていうのかな、取材に対しての姿勢とか、それからまあ、はい、こんにちは。FC2 からありがとうございます。例えばツイキャスの方で、ライブも兼ねてますので、そちらの方で、30分録音ということでよろしくお願いします。で、今、安倍晋三氏のね、
ホロスコープを見ていたところなんですけれども、昨日選挙終わりましたんでね、どんな風になるかなと思って、見てるところです。はい。でですね。ありがとうございます、キティちゃん。占い中っていうか、安倍晋三さんの、今度、自民党の党首になった方、これから多分おそらく総理になると思うんですけれども、安倍晋三氏の方でちょっとホロスコープ見てました。はい。もうラストということなんでね。そう、安倍、運勢っていうか、ホロスコープなんで出生ですよね。性格とか傾向とか。運勢じゃないです。はい。ということで、水星とその海王星のゼロ度っていうのはすごく抽象的な物事への理解力のある方で、直感力、それから、まあ、霊感的な仕事に対するね、そうした鋭い感というのを持っている方です。と、それから、ちょっと不愛想なところも、あったりしますので、取材で結構黙っちゃったりとか何も言わなかったりとかそういうことでちょっと批判が受けるのかなという感じもあります。とても、なんていうのかな、そうした前回もそうだったんですけれども、一時期体調を崩しまして、総理から一度引退してますよね。そうしたところの引き際っていうのも、なんていうのかな、無理をしないで長引かせないで、もう本当に、一回ね、きちんと見てもらって療養をして、っていうところの判断は正しかったんじゃないかなって、むしろ私は思います。そこはとても評価します。ということで、今回、返り咲いたわけなんです。が、そうですね、来年の2013年の運気を若干鑑みて入れておきますと、まあ、好感度は比較的いいと思うんですけれども、総理という仕事に関しては、これからといった感じがありますね。もうちょっと、後で詳しく、後々見ていきたいと思います。2013年の方をちょっとこのまま、回しちゃおうかな。30円じゃなくて、経過で。まだね、今年の冬っていうのやってないんで、今年の冬から行こうかね。組閣決まったら、今後の政治傾向なんて書きたかったんですけど、まだこれからなんで、式図。冬至。ということで、日本の冬。日本のこれからの冬ということで若干ちょっと行ってみたいと思います。お時間どのくらいかなと。まだ20分弱ぐらいありますね。よしよし。というわけで、クリスマスソングに乗せて冬至から日本の冬。2012から2013ということで、ざっくりと読んでみたいと思います。まずですね、お天気に関してはですね、そこそこ、おかしなことはなさそうです。金星と水星の、4室入りということなので、まあ、大きな変更、とか、まあ、荒れるとか、そういったことはなく、まあ、日本国民に慕われるような、天候であると思われます。比較的穏やか。ただし、今年、ドカ雪の傾向がね、あるというふうに、すでに、気象庁からの発表が出ていますので、
難しくてわかんない。そうですか。あかりさんは、高校生ぐらいかな？中高生ぐらいになるのかな？ちょっと難しいかもしれませんね。後でまあ、わかりやすく、解説も入れたいと思います。蛇行運転、寒気の蛇行運転ということで、日本と、それから、ヨーロッパのあたりがドカ雪になっているという話が出てました。まあ、楽しい冬を過ごせる天候になっていくんじゃないかなと思います。と、それからですね、政治の動きに関しては、火星が6室に入っていますので、まあ、新しい政権ということでね、様々な期待が、持てる時でもありますし、今までのことを引き継いで粛々と、進めていくような形にはなっていくでしょう。そして8部屋に、天王星、そして9部屋に月が入っていますので、そうですね、9部屋の月のちょっと羊が若干気になるところではあるんですが、あまり、おかしなものはないにせよ、天王星と近いのが気になります。何か変な異変が起きなければいいなというのが、ほんの少しだけ。ありがとうございました、あかりさん。ということで、何かほんのちょっとした変化が、もしかしたら出てくる可能性がないとも言い切れない。ただし、重度の、接近なので、ギリギリといったところでしょう。そして、8部屋に天王星が入っている、魚座の天王星ということで、ちょっと先の見えない変化が、海外では起き始めてくる。そして7部屋も、魚座の0度海王星ということで、日本が変わったという、日本が変わったっていうよりも、政権が変わったことによる不安定さというのが、まだまだ拭い切れてないところが、出てきますので、その春分までの数ヶ月、12、1、2っていうところで、まだまだちょっと先の見えない外交、それから海外に対する対処ということで、まだまだちょっと不安定さが拭えないのかなっていう感じがあります。ごちさん、初見ありがとうございます。ただいま、まだちょっとブログには書いてないんですが、日本の冬と、それから先ほどは、前半10分ぐらいは安倍晋三さんのことについて、ちょっと語ってました。後で録画しておきますので、よかったら見てください。ということでね、昨日選挙もあったということなんで、日本のこれからについてちょっと、占ってたところです。というわけで、まだまだちょっと先が見えないかなーってところなんですが、あと、そうですね、レジャー関係については、まあ、これから冬の、まあ、帰省、それから冬休みということもありまして、太陽5部屋に来ていますので、それぞれに、楽しめる冬を送ることになりそうです。今までなかなか、なんていうのかな、例えばレジャーですとか楽しみですとか、占い師ですよ、はい。文句なく占い師です。あ、スティッカムの方ありがとうございます。人が増えてる。というわけで、なんていうのかな、今年はきちんと家族で楽しめる明るい、冬のレジャーが、進められていくのではないかなと思います。ただし、8部屋じゃないや。ちょうどね、8度の接近で冥王星がありますので、とことん、いや、手相は見ません、ごっちさん。私、西洋系でございますので、占星術を、あとタロットなどを主に見る方です。プロフィールの方はね、見てくれればわかるんじゃないかなと思います。
ということで、とことんこの冬を楽しみたいという人たちが、増えそうです。例えばイルミネーション、それから、クリスマス、年末年始、スキー、冬山登山ということで、ただ先日もね、雪崩と、それから滑落と、冬の、登山に関しても、事故と起きてますので、気をつけて、楽しんでほしいと思います。やりすぎないように、気をつけてください。何事もそうですけど、例えば日程がもう、切羽詰まっているスキーで怪我をしたなんていうことのないように、気をつけてください。戦車とか死神とかタロット。そうなんですけど、今、運気なので、先生術の方を使って占ってます。あと、まあ、ジュヒアが木星に来ていますので、そう、大きな、出来事もないだろうということで、一番心配なのは、12月21日のマヤ暦の、大きなね、周期の変化ということで話題になっていますけれども、カレンダーが切り替わるという意識を持って、過ごしてほしいなと思います。日本にそう大きな変化はなさそうです。ということで、ざっくりと冬至からの日本の冬と、それからこれから当主というか総理になるであろう安倍晋三氏のことについて、で、今回のライブは語ってきました。はい。ただいま17分経過ということで、あと、まあ、15分程度残りがあるということなので、そうですね。来年の2013年の運勢について少し、語りたいと思います。そうですね。まあ、あちこちのところでも書かれていて、ご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、来年も2013年はですね、ちょうど6月から7月の頃に木星が移動する形になります。そこで前半と後半、運勢が切り替わっていく。これがまず一つの大きな目安ではないかなと思います。もうちょっと大きな、運勢も見たいので、ちょっと星の動きをね、見てみたいと思います。あとはですね、今年の特徴的なものっていうのは、土星が移動するタイミングが、いつだったかな。結構3月くらいで土星逆行してるんですよね。4月も逆行しちゃってるし。7月からやっと土星が巡行に戻り、土星はずっとサソリ座のままなのかな。ずっと通すみたいですね、サソリ座でね。なるほど。土星がね、ずっと動かないサソリ座に入っていくということで、はい、ぐっちさんありがとうございました。まあ、土星のサソリってちょっと重いので、特に、まあ、安定はするという意味で、ある意味ね、日本にとってはいいのかなと思うんですけれども、ただ、サソリ座、生まれの方にとっては、サタンリターンと言いまして、
一番人生を考える節目になっていくと思います。サターンリターンは、人生の中でも結構大きなね、節目でありまして、だいたい年齢的には、28、29、30、31の、あたりで起こる人が多いです。ただし、年齢については、個人それぞれなので、詳しい時期を知りたい方は、相談してくだされば、サターンリターンの時期についてお調べしたいと思います。その時期は自分の人生について考えることが多くなり、八方下がりだったりするという時もあります。ここ最近で一番注目だったのは、水泳の方ですね、とある。アメリカへ、拠点を移し、練習をし、そして、引退を決めた。ちょうどその29、まあ、28、29、30、31の前後っていうのは、特にスポーツ選手においてサターンリターンの動きっていうのは顕著なんですよね。で、だいたいその時期に辞めるか、やめないか、まあ、やめるか続けるかという、究極の選択を迫られる人がとても多く見受けられます。例えば野球。まあ、野球に限らずですけれども、野球、水泳、その他、まあ、いろいろありまして、で、二度目の転機っていうのが大体、まあ、30代後半から40代、ちょうど、太陽から火星への年齢期の切り替え時が35歳くらいなので、その時に今までの自分の力をさらに発揮できるかどうかという区切りがちょうど35なんですよね。うん、その辺あたりでも一つこう、話題に上ってくるところが多いので、面白いなというふうに私は見ています。というわけでちょっと話が逸れてしまったんですけれども、まあ、人生の大きな流れの中でも、節目っていうんですかね、そういうのがあるということで、もしお気になる方は、どうぞ相談してほしいなと思います。で話が逸れてしまったので、2013年の、運気の方に話を戻していきたいと思うんですけれども、2013年の前半は木星が双子座、そして後半が、蟹座に移動していきます。この節目で、運気の変わる方もいらっしゃると思います。特に大きな、運気の変わり目を経験するのが、前半が、双子座生まれの方であり、そして、後半からは、蟹座生まれの方ということになります。特に12年に一度の大きな婚期の節目ですので、よく勘違いをされる方多いと思うんですけれども、木星がある時期、自分の太陽星座に木星がある時というのは、七夕的な運気は期待しないでください。はい、ここ重要です。はい、テストに出ますじゃないですけれども、ここ非常に重要です。なので、七夕的な運気を期待せずに、自分からいろんな物事に関わる動くということで幸運を得る時期であります。なので、ここをぜひ勘違いしないようにお願いします。それからですね、どのような運気になっていくかと言いますと、2013年の前半は、コミュニケーションの形、通信の形が、さらに進化を遂げていきます。昨年からもね、昨年というか2012年からも経験があると思うんですけれども、例えば LINE、例えばコム、それから、カカオトーク、そういったもののように、無料の、メッセンジャー的なものが発達しました。またデザリングができるようになって、ノマドがね、簡単にできるようになったということも一つあると思います。
それから、iPad、iPad mini の躍進により、インターネットに接する、機械、それからデジタルといったものに接する機会がとても増えてくると同時に、遠隔操作での事件が起こったように、私たちが予期しない、事件も起こりうるということを心に留めておいてください。それから、2013年の後半になりますと、木星は、蟹座へと移動していきます。蟹座というのは、家庭、家族、自分の基盤といったものを表します。そうしたものを、強化するという働きが強くなっていきます。そしてさらに、土星のサソリ座の影響も加わりまして、より、自分が安定する方向へ行くというね、形を作るということを、が進めていくと思います。それは何かと言いますと、この不安定な日本の政治、それから政局、生活といった時代において、家族とは何か、それから自分の基盤とは何かというものをもう一度考える新たな機会になると同時に、それを強化していくという方向に働いていくようになるでしょう。ということで、例えば家族を大切にする、それから、家族のあり方を考える、あるいは、誰かとつながって家庭を築く、そういったことがより増えてくる年になってくると思います。そうしたことからも家庭や家族の問題、それから子育てに関する問題がとても大きくクローズアップされていくのではないかなというふうに思います。そうしたことからもね、例えば子育てをして経済を立て直してっていうことになっていくと、やはり母親、私たち、子供を育てている立場の人間からの声を多く聞いて、政治に取り入っていただけるとありがたいなというふうに私は思うんですけれどもね。そうした形で、2013年の前半と後半で運気が近づくるということを、覚えておいてください。ということで、そろそろお時間も少なくなってきました。フォーチュンカフェライブ、この辺で今日は終わりにしたいと思います。また来年もよろしくお願いします。占い師、宮里幸子がお送りいたしました。それではまた。